こんにちは、久しぶりです。僕は彦左衛門で、これは日本ウォッチでございます。さて、今日はですね、トピックスとしてはこれ、本についてちょっと紹介したいと思ってるんですけど、まずはこれ、世界が日本に夢中なわけっていう本が、 YouTuber のアメリカ人のボビー・ジュードが、もうつい最近発売して、もう昨日メールに届いてきました。このボビー・ジュードという人は、そもそも、YouTube でも、ある程度、有名になってるんですけど、でも、九州とか住んでる人だったら、福岡のテレビとか、九州のテレビでも、テレビ番組もすでに出てることがあるし、なんか料理番組とか、テレビ番組とか普通出て、クックブックでも出てるらしいんだけど、これ初めてね、自分のなんかいろんな日本に対する思いの本が、もう全部日本語で出ていて、で、今度ちょっとこれ読んでレビューしようと思ってるんだけど、なかなか面白くて、すごい表現上手なやつで、うちの二点五親父でも出たことあるんだけど、英語で。すごいこれ読むの楽しみしてて、もうどうやらすごく、よく売れてるらしいからチェックします。第2の紹介したい本は、これは英語なんだけど、ちょっと興味がある人にはこれすごく面白いと思う。ここの、青木ユタさんっていう、That Japanese Man Yuta っていう YouTube チャンネルがあって、ブロガーでもあるし、聴者でもあるし、この YouTube とか Podcast でも、さまざまやってるこの青木さんなんだけど、テーマとしては何なのかというと、国際恋愛に関して、これさまざまな日本人なり、いろんな、なんか例えばアフリカ人とか、南米人、ロシア人、アメリカ人とか、そして女性、男性、いろいろ混ざった感じの、人の恋愛経験をいっぱい集めて、そういう意味で結構ね、よく聞くような、例えば白人女性がで日本でなんか日本人男性の彼氏が作れないとか、日本人男性外人と付き合いたいけどできないとかって感じてるとかって、いろんな偏見とかあったりすると、これ全部ね、これ、爆発する意味もあるし、全然上手にやってるし、全然なんかモテそうな人全然うまくやってないし、偏見ある意味で示してるものもあるし、すごいやりちんの白人のなんかおっさんもいるし、そういう悪い偏見も逆にあるんだけど、でも逆になんかもうとても面白くて、ちょっとね、頭のどうかなと思う人も出てくるし、その帰国子女とか日本人とか、ロシア人も特に僕にとってはあんまり知らなくて面白くて、あとアフリカ人、ケニア人の人もいて、ジャマイカ、アメリカ人もいるし、そのケニア人の経験が僕の文化とあまりにも違くて、その母国の経験と日本の経験と比べて、いろんなエピソードすごい、分かりやすく、英語なんだけど分かりやすく書かれてて、とても面白かったんで、大変おすすめの本です。そして最後、3番目というか、3と4、2つがあるんですよね。実は、もう何ヶ月前に1冊目が出た本で、この間その2冊目シリーズの続きが出たんだけど、これはとてもおすすめで、今度日本語版も出るらしいんだけど、待たなくていい。これとてもなんか読みやすいとは思うし、ダーリンは外国人という有名な日本人女性が書いた漫画です。アメリカ人だっけ、旦那が外国人の旦那に対する漫画のエピソードとかいろいろ可愛らしく書かれてるやつが、これ今度はですね、これは日本に住んでる日本人の男性と結婚してるアメリカ人が書いた、こんな可愛らしい漫画で、いろいろここの例えば日本人男性でアメリカ人というか西洋人と結婚して付き合って結婚したらどの生活になるかって、もう考えたことある人だったら、とてもそういう国際関係的なこともあるし、でもやっぱり読んでると、やっぱ日本人的とかアメリカ人的じゃなくて、単なるこの2人の人、とても面白くていい人で、このエピソードが、例えば自分でも国際恋愛してる人として、国際結婚してる人としたら、よくわかるようなエピソードもあるし、でもそれなりこの人の特徴のものでもあるんだけど、でも とても面白く可愛らしく日常のこと書かれてて、どうやら日本語バージョンも作ってるんだけど、でも分かりやすくて読みやすくて英語勉強になると思うし、で確かにその、国際関係とか国際付き合い恋愛の意味でも、ちょっとね、日本語で確かに翻訳してほしいのは、ちょっと間ではミニブログですね、ちょっと記事みたいなものがあって、内容は素晴らしい、本当に人、この人実は、ね、すごく頭いいと思います。僕は全然超えてると思って、すごいよく説明している、いろいろ、これもね、例えばアメリカ人として日本に住むと、このような日本文化、ある意味で日本人論的な文化のこともあるし、
あとそういうあの他の外国人に対するアドバイスとか、あと普通のその付き合いのなんかチャレンジとかどういうところにあるのか、すごい丁寧に、まあ、よく勉強してる人だし、よく丁寧に書いてるんで、日本語バージョンも楽しみにしてるんだけど、ここの、まあ、グレイス・ブシェル・ミネタってあの人なんだけど、ミネタさんですね、あの日本人と結婚して2つの本がすでにあって、まあ、My Japanese Husband Thinks I'm Crazy っていうシリーズ、まあ、1と2ですね、これはまだ Still Thinks I'm Crazy って2冊目だけど、まあ、大変すでにあのリンクはすべてあの Kindle バージョン、 Amazon、もう iPhone でも読めるバージョンもあるし、あとこの Paperback でもやっぱ紙がいいですよね。あのリンクは Amazon のリンク、あのこの動画の下にあるんだけど、これ最近とにかくこの3つは読んでやって、これからボビージュードの本読むつもりだけど、とにかくこれは大変おすすめで、あのそして日本語バージョンも今度出たら宣伝すると思うんで、とてももう楽しく面白く読めたんでおすすめします。じゃあ今度はい、あのっていうちょっと本紹介したかったんで、今度またですね、このテーマで次の機会でも紹介したいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ピース。よし、ここ。